ミネオ TV、ミネオ TV。おはようございます。ミネオです。本日は、闘技場で活躍できるキャラ育成ということで、年末年始ね、リセマラ等で最近始めた方も多いと思いますので、この結構大事な要素を占める闘技場、こちらについてのキャラ育成を紹介させていただけたらと思います。まず、闘技場とは何なのということなんですけども、闘技場はですね、一応1ヶ月にだいたい約3回、約1週間ごとの大会があるんですが、それに対しての、報酬がね、あるんですよ。で、これ、まあ、ゴールドリーグ1位になると、まあ、3000ジェム、あと4000コイン。そしてこの交換所の品物もかなりいいんですよね。でシルバー、ブロンズと。なので、ブロンズ3から始まって、まあ、徐々に上がっていくんですけど、次の大会でもう、あれなんですよね、ゴールドリーグ1になるんですよ。ということで、やっぱ少しでもね、上に行って、ジェム欲しいよね、というところで、ここね、なかなか育成を間違えるというか、方向性違うとなかなかやっぱ経験値がねこのゲームたまりにくいので、まあ、そのあたりご紹介できたらなと思います。ではまずはじめにジャギーン主人公、主人公に関しては何と言っても戦士です。はい、誰が何と言っても戦士。これあくまで現状ですよ。現状ね、あくまで現状。うん、で、戦士なんですけども、装備等に関しては、その時自分がつけれる最高のものをつけてください。で、武器とかは攻撃力が高いもので、装備等はですね、この特性部分、こちらを重要視してつけてください。例えば、この外貨の鎧上とかだと、低確率でね、ヒット時に一定時間、残属性耐性がダウンすると。こういったような特性がついてますので、特性を見て選ぶのが一番良いかと思います。はい。そしてスキルですね。はい。何においても一番闘技場で使うのがこの貝破山。なので、貝破山を極力レベル6に持っていけるようにしていきましょう。はい。そしてもう一つよく使うのが第一山。こちらもかなり、頻度が高い。ただ、こちら第一山にするのか、この回転切りにするのか、そのあたりは相手の敵のね、バージョンによって変わってきます。まあ、ワンチャンこのね、ワンチャン捨て身っていうのもあるんですけど、だいたい今はね、もう第一残か回転切りになってるかな。はい。そして奥義は自分が持てる最高の必殺技をつけてください。そして、水晶ですね。水晶は、もちろん、ピラちゃんが持ってるんだったら、ピラちゃん一択です。現状ね。現状ですよ。うん、ただ、ですね。一番おすすめとしては、まあ、これね。ブラスさん。ブラスさんは、大君に使う可能性があるんで、あるとしたら、あとこれね、キングスライム。あと上の方ね。はい、ロモス王国大。まあ、この辺りがいいんじゃないでしょうか。ということで、主人公に関しては戦士。そして、次、相棒ですね。相棒。こちらはヒュンケルの方ですね、ここも。アバンの人の布ヒュンですね。通称布ヒュン。なんでかっていうと、この相棒のね、絆効果。これが残属性ダメージアップとか、主人公相棒の HP50% 以下で、また物理攻撃、魔法攻撃力アップ。こういったものがついてます。なので、相棒に関しては一応ヒュンケル、今のところ一択かな、というところです。で、スキルに関しましても、基本的にはこの鎧砕き、そして、捨て身ですね。
まあ、これがほぼほぼマストになってくるんじゃないかなと。まあ、水晶でね、まあ、変わってくる、来ないわな。まあ、この2つですね。はい。で、例によって扇は一応強いものをつけてください。はい。そして水晶ですね。もう水晶はこれ一択ですね。一応。はい、バルトス。これちょっとレベル上げてるんで色変わってるんですけど、まあ、バルトスさんで固めるのがいいんじゃないでしょうか。あの、共鳴度でね、一応ヒュンケル 15% 基礎値上がってくるんで。はい。はい、じゃあ続きまして、一個飛ばしてね、クロコダイ。はい。こちらの方も、スキル、これ何がやばいっていうのは、兜砕きですね。一番兜砕き多分使う。うん。で、もう一個が状況によって、この、分回しとか、全力切り。まあ、この辺はちょっとガチャさんになったりもするんですか。あと火炎機ね。この辺は、紙片で交換しましょう。によって変えてください。そして、水晶ですね。クロコダイの水晶ももうこれ一択じゃないかな。ガルーダ。うん。打撃ダメージ 15% アップ、残属性 9% アップという形になります。はい。で、一番ね、次、汎用性があるのが多分この3番目のダイ君のところかな。まあ、私は一応ダイよく使うんですけど、ここが一番、あの、入れ替わりがあるかもしれないですね。はい。で、特技は、ここに回転切り持ちつつ、ここね、ここ縁無切りか、まあこういったサンダースラッシュかは敵によって変わってくる可能性はあります。そして奥義は一番強いものをつけてください。そして水晶ですね。はい、水晶は先ほど言ったこのブラスさん一択になってくるかとは思います。で、このね、星3ぐらいであると毎日のね、あの無料ガチャで結構ポコポコ出たりもしますので、割と揃えやすいのではないでしょうか。はい。そして、闘技場で大事になってくるもの、それが討伐の証。はい。こちら、神殿にね、行って、まあ、こちょこちょ集めるんですけども、これはもう、ランク5のマックスにしておかないといけない。なので、その時のボスに合わせたものをつけていくようにしましょう。今現在でも結構何種類、これ、1、2、3、4種類出てます。なので、こちらね、ちょこちょこ更新はされますので、できたら早めに取りに行ってください。はい。そして、もう一パターン。このパターンを受けつつ、もう一パターンで多いのが、ヒュンケルじゃなくて、ポップだね。ポップさん。うん。で、今言ったキャラは、私は全部、70解放を一応しております。で、ポップさんに関して何がやばいっていうのは、普通に、あの、熱属性、氷属性、光属性が全部できちゃう。で、道中ポップで全部抹殺できてしまうパターンも結構あります。なので、そのあたりは敵の属性見ながらになりますが、かなり強い。まあ、メラゾーン守ってねえわーっていう方はね、ぜひ何度かゲットしていただきたい一人かな。なので、先ほどの相棒のところね、相棒のところをこのポップに変えるかどうかっていうところはあります。はい、そして、時点でですね、一応このバランさんもあるんですけども、バランさんは攻撃の必殺、必ずこのギガブレイク持ってないと、ちょっと話にならないんで、他のカラーはワンチャンあるんですけど、ちょっとバランさんだけはギガブレイクないとちょっと厳しいかも。ある人はぜひね、仲間入りさせてもいいかもしれません。はい。ということで、今回ね、私が考えうる闘技場でよく使うキャラ編成というか、育成論、紹介させていただきました。まあ、これは絶対正解ではないんですけども、参考にしていただければ幸いです。また、皆さんよろしければ、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それで皆さん、失礼いたします。